ごめんなさい、遅くなったわ。それで今はどのあたり？今から決勝戦よ。残ったのは、ゆゆこ推薦者の夜桜道影と、英樹推薦者の雪です。そう、私とゆゆこの推薦者が残ったのね。それより、なんで毒虫を推薦者にしたの？やっぱり毒虫だったか。やっぱり、ということは確信があったわけじゃないんですか。あの子の情報は驚くほど、フェイクだらけで、どれが本当かわからなかったの。英樹すら騙す、毒虫。私を騙すなんて至難どころじゃない、絶対に不可能なはずなのに。恐ろしいわね、毒虫というのは。さあ、始めようぜ。ここまで来たんだ。今さら弱者ぶるなよ。霊波動。すごいね、まさか冥界に来て数日で霊波動を覚えたんだ。私は誰からも教わらなかったから霊波動は使えないけど、それくらいなら必要ないわ。これが私の基本戦闘力の最大。ほら十分でしょ。数字自慢なんてどうでもいいんだよ。どんだけ数字があろうが、切られて身動き取れなくなったら同じだろうが、世代化せよ。そうか、ならそのまま消えろ。光線出すタイプの魔剣かよ。どうしたの？数字は関係ないんじゃないの？ああそうだよ。その程度の抵抗が限界か。かすり傷か。姑息な、おお。焦るなよ、強いんだろ。変わった、なんでだ、戦闘力的に相手の方が圧倒的に有利なはずだ。押してる？いえ、多分演技よ。私すらも騙した子、ポーカーフェイスは得意なはずよ。同感です。初戦でリドウに殺気すらも感じさせずに真っ二つにした。後期戦でギリギリまで実力を隠していた。雪はせっかくに有利なポイントが来るまで、手の内を見せない、そんな戦い方っぽいですね。そうね、道影くんはそこに気づかないと、すぐに戦況が不利になるわ。さて、早く白雪を回収して。剣は飛び道具じゃないんだよ。もうちょっと大切に扱いなよ。巨大化せよ。なるほど、持っている剣を重くして、隙を作るつもりか。なら先に手を離してしまえば。想像以上にあの変幻自在の二刀流はやりづらいわね。剣に無差別優位点。やっぱり当たらないか。収集してよ。この攻撃でもダメなら、もう一度、刀剣融合をするしかない。完成よ。行くぞ。双方、グランドクロス。その程度の光線で私を抑制できると思ったか。私に光線で挑んだことを後悔しろ。わかってるよ、お前には光線では勝てないって。だからこうやってお前から視界が外れたらそれでよかった。有効線。危ないところだった。今の一撃が当たっていたら私は。いいね、表情に余裕がなくなってきたじゃん。黙れ。ね。私にダメージを与えた褒美に教えてあげる。私の能力は、干渉したものを破壊する能力。豪気に吸収玉を壊されて、力にできないのは辛いけど、お前の大事な武器が壊せるなら何の問題もないわ。さあ、もう終わらせよう。もう後はない。ここで全力を出してあなたを潰そう。2400万だと、ふざけんな。そんなの俺の刀剣融合より上じゃねえか。それに刻印剣が壊れたら刀剣融合ができない。どうする？よし、修復完了だ。すげえな、本当に直しちまった。俺の武器を操る能力は修復にも効くんだ。触った時に武器の材質が分かって、それさえあれば元に戻せる。なるほどねー。じゃあこれはもういらねえな。おい、道影、これお前にやるよ。お前、刃物を投げるな。しかも刃先。っていうか、なんだよこれ、いらねえよ。お前がぶっ壊したもんだろう。護身用ナイフとかにして持っとけよ。俺が加工してやろうか。いい、布だけくれ、かさばるからな。なんだかんだ言って持つんだな。どこで役に立つかわからないからな。剣を奪われて、一本しかないって思わせたところを追って作戦にも使えるしな。お前そういう戦法好きだもんな。色をつくタイプか。相手の隙を作れるとき、それは相手の考えの先に進めたときだからな。いらないなら持っておくよ。なんかやっぱ返せ。ふざけんな、お前が投げてきたんだろ。うっせ、なんかそう話されるともったいない気がしてきた。なんて自分勝手な。そうか。お前の石、もらってたな。なら、やれるかもな。俺の刻印剣と豪気の剣、長年使ってきたわけじゃないが思いは豪気と同じだと思っている。お前の力、借りるぜ。刀剣融合。冷蔵庫不要予測だ。2000万、まだここまで上げれるやつがいたのか。だが、それでも私が40万も上。それを補うものはそう存在しない。バカな。こうも一方的に。そうくさ、もうポーカーフェイスはやらないのか、シロアリ。お前、知ってたのか。ああ、カナメ。いや当時と一緒に仕事してたからな。必然的に毒虫の連中の顔も知ってたさ。緑フードをかぶった日本犬を持っていたやつ、覚えていないか。やしゃまる。正解、ほらたて、シロアリ。お前もそのままやられるのは納得できないだろう。ひらゆき。決着をつけよう。最後にふさわしく全力で。ルールは一つ、あらゆる方法で相手を切り、屈服させた方が勝ちだ。わかったわ。悔いを残すなよ、シロアリ。最後の攻防戦が始まる。序盤は雪が、終盤は道影が押した。今から始まる最後の後半戦。冥界の未来はどちらに託されるかしらね。さあ、行くぞ。やしゃまる。あの雑魚が私をここまで追い込むなんて、絶対にやってたまるか。お前、権利は素人だろ。何？そんな、持ち手のない剣で本来の威力が発揮できるわけないだろ。最初はお前がこの剣でもいけると思わせるように力を抜いた。でも実際はこんな剣、すぐに抑制できたんだよ。バカな。俺とお前の戦法は似てる。多くの策、騙しを加えながら、相手に引きを作らせ、戦術を組み上げていく。冷静さを失った時点でお前の負けなんだよ、シロアリ。私の、復讐か。菊より発砲を殺す。復讐か。もし、お前が俺から距離を取って、光線を打ち続けていたらこの結末はわからなかったよ。ヤシャマルなんかに、プライドすらも利用されたって気づかなかったお前の負けだ。勝者、夜桜道影。そして、本日の6名王選挙をもって、新6名王は夜桜道影とする。お前ら、今度から仲良くしろよ。お互いかけた半分を合わせた魔剣。国連剣。さて、新しい道のりの始まりだな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。